なんなのこいつ。はいはい、ルシードちゃんよ、新しい学士だって。こいつか、ヒットチャートを塗り替えまくっている新参の学士というのは。はっ、そんなことどうでもいいわ。ソーンはどこよ。この私を呼びつけるなんてどういう了見なの。呼び出されたのは帰宅部に負けたからでしょ。今度はあなたたちの番だと思うから頑張ってね。私たちの番？話が早くて助かるわ、スイートピー。帰宅部の連中から新たな挑戦よ、ミュウ。うん。ちょっと、これ私のプライベート温泉じゃない。よく撮れてるね。あんたたち人の温泉で何してんのよ。この顔にピンときたら帰宅部へ。女湯を覗きに来た犯罪者です。学士変態ばっか、超ウケる。アホを尻目にデジヘッド狩り、陰図書館。悔しかったら止めに来れば、また変態写真晒されるだけだろうけど。ぷぎゃー。情けない、オスティナートの学士の面汚しめ。そういうわけよ、少年ドール、ミレイ、クチナシ、ルシードと一緒に帰宅部とラガードたちを狩ってきて。冗談じゃないわ。なんで私がバカの尻拭いをしなくちゃいけないのよ。ジェケロ、追い出すっていうの。絶対現実には戻らない。やるわ。しょうがないわね。行くわよ、変態。変態って言うな。
神器臭いところね。あんたずっとこんな場所に引きこもってたの。だからそんな陰気な性格になるのよ。少しは私を見習いなさいな。放っておいてよ。静かでいい場所だわ。気にする必要はない。ありがとう。ルシード、今日は誰の曲を流しちゃう？OK! それじゃあ本日の曲はこちら。チェック。
来たみたいよ。あれ、美和坂くん、どこに行ったのかしら。いいんじゃない、飽きてきちゃったわ。まだ半分も回ってない。ちょっと、あの気味の悪い人形はどこ行ったの。あれ、少年ドール、まさかあの変態一人だけサボる気。この私を差し置いて許せない。お前たち探しなさい。探すのよ。この流れどっかで見たね。こんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。こんなダンスでは。一番美しくて偉いか教えてあげるわ。テンション上がってきた。Thank you.
届きたかった。そんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つよね。嘘でしょ。私の方見ないで。ライフワークだから難しいね。こんなはずでは。こんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。嘘でしょ。わお、最高の気分だ。あなたも戦うのよ。こんなはずでは。一番美しくて偉いか教えてあげるわ。終わりね。こんなダンスでは。あなたも戦うのよ。こんな感じでは。
そんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。こんな感じで。嘘でしょ。あなたも戦うのよ。楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。こんな感じで。さあ、やっておしまい。ミナノ衆、あなたも戦うのよ。そんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。
そんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つわね。こんなはずでは。一番美しくて偉いか教えてあげるわ。
の子だよ。ねえ少年ドール、ミュウだよ、出てきて。どきなさいよ。あんたがそんな猫なで声で甘やかすから調子に乗るのよ。こら！いるのはわかってるのよ。さっさと出てきなさい。下々の分際でノーブルな私に働かせて自分は雲隠れなんて許されないのよ。もう放っておいてくれ。時でも外に出たのが間違いだったんだ。僕にはこの部屋で口行くのがお似合いなんだ。あんた恥ずかしくないの？この引きこもりニート、寄生虫、ゴキつぶし、親不孝者。みんなだってメビウスに引きこもってるニートじゃないか。僕と何が違うって言うんだ。このあんたとはコウキさんが違うのよ。一緒にしないでちょうだい。やめろミレ、お前の言う通りだ。私たちはお前と同じ現実から目を背けた引きこもりだ。でもみんな理由があってここに来た。だからこそメビウスは守らなければならないし、私はたとえ死んでも帰宅部を現実に返さない。そのためなら何でもする。何マジになってんのよ。メビウスでもお弁当は食べられるし、あの子が現実のことを忘れればメビウスで友達にもなれるかもしれない。そうだね、帰宅部のみんなも一緒だと楽しいね。ほら行くわよ。とんだ時間の無駄だったわ。少年ドールさんいないね。行こう、鈴菜ちゃん。はい。さあグミンども、私にひざまずきなさい。意外といい経験かもしれないぞ諸君。
私の方見ないで。ライフワークだから難しいね。
では。そんだけオープンだと覗いてても楽しくないんだよな。なんかわかんないけど腹立つ。こんな数では。どこに嫌がるんだ田所。いた。もう探したわよ岩坂君。何をしてたの？現実に帰ったらすぐ仕事に戻れるようにと思ってね。こっちにいる間に向こうで何があったか新聞のマイクロフィルムを調べてたんだ。ふーん、役に立つ記事は見つかった？いや、6年前までの現実の記事は揃ってたけど、それ以後はメビウスのどうでもいい情報ばっかりだったよ。よくできたコピー世界だからもしやと思って来てみたんだが。そうでしょうね。そっか、エイジは後から入ってきたからまだ説明してなかったっけ。メビウスには現実を思い出さないようにファイアウォールがかけてあるんよ。何年か前の情報が閲覧できるならここのもバグだね。ふん、おかしくないか。じゃあどうしてみんなアストラルシンドロームのことを知っていたんだ。ああ、そのこと。アリアがナルコちゃんのスマホのファイアウォールを解いて現実のネットにアクセスできるようにしてくれたのよ。今メビウスからタイムリーな現実の情報を調べられるのはナルコのスマホだけなはずだよ。ほう。これ知ってる。ひどい事件だったよね。アイドルの女の子がファンに顔をバットで殴られて自殺しちゃったやつでしょ。正しくは地下アイドルってやつだな。犯人は無罪放免になったようだね。そんな、ひどすぎるわ。弁護士が優秀だったんだろう。いた！あなたが来たの？ずいぶん面倒くさいことをしてくれるじゃないの。今度は4対2よ。立場逆転ね。人質取ったり仲間を連れてきたり、せこい女ね。世界一優れた女が聞いて呆れるわ。こいつらは手下よ。あんたなんか私が相手をするまでもないってことよ。じゃあ3対2じゃない。
世界一なのに算数もできないの？あ、なるほど。世界一愚かな女か。納得。ことの、怖いよ。相変わらずベラ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 。この、妖怪口先女！何それ、口先女とかけたつもり？小学生？私綺麗って聞いて回ってるのは自分じゃない。訂正するわ。世界一愚かで幼稚な女ね。うん、納得。カタルシスエフェクトじゃ人は殺せないそうだが、そのまま息ができなくなったらどうなるんだ。心を病んでるんだろう。うだうだ絡んでこないで、おとなしくままごとしてればいいじゃないか。邪魔はしないよ。だから君も僕の邪魔をするな。わかったか、口なしさん。黙れ。リミット解除ってやつお願い。うん、あんまりこれ頼りになるのも不安なんだけど。カタルシスエフェクトオーバードーズガマライブ。ほう、こいつはいい。さて、忠告はしたぞ。うっかり死んでも自分を恨むんだな。これがカタルシスエフェクトオーバードーズ。結構きついわね。さっさと終わらせましょう。この万能感心地よい。お前たちでこの力試させてもらうぞ。
るさい女だけならこんなことには。貴様覚えてろ。分が悪いわね。どう見て、私のあまりの美しさにあの口先女尻尾巻いて逃げ出したわ。口なし、くそ。何よ。あの男とかなり訳ありみたいだね。私の勝利に水を差さないでくれる？はあ、まったく興ざめだわ。戻るわよ、下僕ども。あー疲れた。お茶はないの？お茶。守備はどうだったの？帰宅部には逃げられたけど、ラガートは随分勝ったよ。そう、もう帰っていいわよ、ルシード。ほんと何者なのよあいつ。さあ何者かしらね。敵か味方か、私はそれが楽しみなのよ。